い、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております。三条ございますけれども、ここは京都今出川同志社大学のねキャンパスの前に来ております。まあ、僕ここのキャンパスに通ってるんですけど、今ねちょうど授業が終わりましてですね、時刻がこちら夕方の16時13分ということになっています。今日は僕昼ご飯食べてないんですよね。で、夜ご飯これからちょっと食べに行こうかなと思うんですけど、まあ、金曜日なんで、まあ、明日から休日ということで、まあ、僕の大好物のねラーメンをねちょっと食べに行こうかなというふうに思ってるんですよ。まあ、ちょっと前にですね、あの放課後に博多ラーメンを食べに行くということをしてね、まあ、なかなか美味しかったなという感じなんですが、今回どうしようかな。前九州行ったんでね、北海道でも行きますか。まあ、稚内より近かったら全部近場なんですね、これあんま関係ないというところでして、今から間に合うかな北海道まで。今夕方の4時なんで、まあ、飛行機の最終便がもし予約取れたらですね、これから北海道に行って札幌ラーメンでも食べようかな。まあ、よく言われるのはね、空腹がスパイスというふうに言うじゃないですか。お腹が空いてればまあ何でも美味しいと、まあ、極論そういうことでして、まあ、そうするとですね、まあ、ラーメンが食べたいとなったらいかに遠くのラーメン屋に行くかっていうのがこれ勝負になるわけですね。まあ、その理論でいくと、あのブラジルのラーメン屋に行ったらね一番美味しいラーメンになるわけですが、まあ、そうするとちょっとさすがに1日2日の断食になってしまうんでね、それはできないということで、まあ、ここはね、まあ、北海道札幌ぐらいで勘弁して、まあ、今回はこれから急いで空港に向かってですね、ちょっと最終日間に合うか分かりませんが、それに乗って北海道札幌ラーメンをね食べに行きたいと思います。弾丸北海道旅行ということでお楽しみいただければ幸いです。ということで今日の動画もよろしくお願いします。次の課題はなぁ、あれ何レジュメ送られてきてる、多分送られてきてると思う。来週まで、来週。あ、そう、でもなんでかいな、マスクあのさ、ちょっと伝え忘れてたんやけど、うん、今からちょっと札幌行くことになったんですよ。札幌、札幌に行こうかなと思って。なんでなんでマジで来てるなんか案の定ちょっとドン引きされてしまったんですけど、まあでもね、ご飯食べる時間でまあ8時とか9時じゃないですか。もう結局これ4時にね京都出たら、まあ8時9時ぐらいには札幌ラーメン食えるんじゃないかなと思うんで、何も変わらない気がするんですけどね。まあとりあえずこれから地下鉄に乗って京都方面移動していきたいと思います。あの思い立ったら即行動すぎてですね、まだ飛行機を取ってないんで、これ今時間を見てみると、まあ、伊丹新千歳で最終便が19時5分みたいですね。まあ、一刻も早くね、あのラーメン食べたいんで、まあ、だったら今回はこの JAL の最終便19時発の便にしようと思います。未来館アートピア使用と京都府庁は次でお乗りください。エレベーターはホームをご利用ください。右側の扉が開きます。ということで今出川からね5分ぐらい地下鉄に乗りまして四条駅に到着です。ここからね阪急に乗り換えてですね大阪方面、伊丹空港はね少しすいません、あ、まあ、伊丹空港はね少しちょっと遠いんですが、茨城の方からモノレールに乗ってね行くということになります。おいおい企画を潰したいのかっていうね広告がありましたけど、京都ラーメン工事見ちゃダメですよ、こんなものはね。札幌に行くんですから、まあ、全部うまそうなんですけどね。ただあ、これ気づいたのはこれ北海道ないやん、これ札幌ないぞ、京都、名古屋、博多、あ、やっぱこれですね、札幌行けってことですね。これ一番北でも青森ですからね、ここまでしかカバーできてない。よし、これはもう僕が行くしかありません。いやー、日も暮れてきましたが、途中高槻市でね普通に乗り換えまして、時刻は17時33分です。南茨城駅に到着です。大阪府ですね。こっから大阪モノレールでね伊丹空港に行くということなんですが、いやー見てくださいね、もうこんな感じ、昼下がりということで、あ、これラーメン日和ですね、うん、特に札幌ラーメン日和だな。なんかここら辺ちょっとオレンジがねこう味噌ラーメンのねこの色とねマッチして、今まさに飛んできましたけども、
大阪モノレールで大阪国際空港伊丹に到着です。これ時刻がですね18時9分なんですね。これ何が面白いって今出川出発したのが16時34分ということはですね、これ1時間40分ほどかかったことになります。これまさにですね、これから乗る19時の JAL 最終便で新千歳まで行くフライト時間とちょうど同じなんですね。意味わかんないですよね。今出川からこの空港に来る時間と同じ時間でね、北海道まで行ってしまうわけですよ。だから本当にね、稚内まで近場っていうの結構皆さんね、こうネタというか、また鉄オタが言うとるわって思うかもしれないけど、もう僕は真顔で言ってますから、しっかりねモノレールの中で JAL の予約っていうのも完了しまして、これ時刻表通りに行くと8時45分に、ね、新千歳に到着することができるみたいですね。いや本当にね、伊能忠敬さんをここに連れてきてね、飛行機の時刻表を見せたらひっくり返ると思うんですね。本当に便利な時代に生まれたものです。もう感謝しないといけません。まあ、この素晴らしく発展した交通網によってですね、ありがたくも、まあ、放課後にねちょっとラーメン食いたいな、よし札幌に行こうと、まあ、そういうクレイジーなことができてしまうわけです。これが来たか、ここがなんかあれですね、あ、もう丸ってしてるわ、この鶴がね、はい OK みたいな感じの丸マークをしてる、これが JAL のロゴマークみたいなもんですね。早速手続きを済ませまして、まあ、ちょっと早いのかな、まあ、19時発のフライトなんでね、あと20分以内ぐらいに保安検査を通過すればね、もうこれは晴れて札幌ラーメンということです。これがね時刻表みたいですけど、もうあと数本で終わるみたいですね。ちょっとね、極度の空腹によってですね、これが僕たちが乗る便、まあ、これ乗ったら札幌ラーメン食べれますし、これ乗ったら東京でもんじゃが食べられます。仙台だったら牛タン、宮崎で地鶏、鹿児島で黒豚、福岡で博多ラーメンとね、僕にとってこれ食べ物にしか見えないわけですね。もうバイキングみたいなものです。もう19時の時点でね、こんだけ美味しいものを食べる選択肢があるっていうのがすごいことです。ということで保安検査が終わりましてですね、無事通過することができまして、これいつも緊張するんですけど、18時半これ東京、19時札幌って書いてあるんですけど、あ、これあれだ、牛タンと地鶏と黒豚はこれ食べられないんだな。今日は欠航みたいですね。残念、まあ、それでも書いてあるんだな。だ間違って多分来た人のためなのかな、欠航という表記があります。はい、ということでなんか16番乗り場、15番乗り場かちょっと忘れたんですけど、そこら辺からの出発ということで、今ここにね僕がいるんですけど、僕が今日食べるラーメンはね、まあ、ここの付近にあると、僕の胃の中に入る食材はここにあるんですよね。だからここまで行かないといけないと、そう考えたらえぐいですよね。まあ、これ1時間40分で飛んでしまうということで、なんか僕の経験上ね、早く到着するみたいなことも結構あるんで、そうしたらマジでこれ今出川からここに来る時間よりも早い時間でね、新千歳に上陸することができると、そういうことも考えられます。早速北の大地北海道へのフライトの始まり、本日 JAL 新千歳までの最終2019便はほぼ満員です。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。 19時を少し過ぎたあたり、ほぼ定刻でターミナルを離れまして、ライト兄弟もね、放課後に札幌ラーメン食べるために飛行機開発したわけではありませんが、ありがたくも文明の進化に恩恵を受けようと思います。左側奥の方に見えているのが大阪市街、高い建物ビルが多いですからね、赤いランプがいくつも点滅しているのが特徴的です。それから少しして19時11分、ここでついに離陸。この日は大阪上空、それから北海道周辺もね、雲が本当に少なくて、これから素晴らしい夜景を味わえることになります。機体は200キロ300キロ、そのあたりで機体がぐっと持ち上がりまして、重力に逆らうように高度を上げていきます。伊丹空港を飛び立った機体は大きく U ターンするように旋回、宝塚あたりの上空でぐっと向きを変えまして、大阪、京都、滋賀方面に飛んでいきます。いやにしてもこれすごいですよね。味噌ラーメンの前にね、こんな美しい夜景を見ることができるっていうのは想定外です。飛行機もね、こう向き変えるとき結構ビクってなりません？そんなに傾くっていうくらい傾きまして、視界はどこを見渡しても夜景、左に向きを変えながら、これひときわ明るい建物があります。園田競馬場です。そのすぐ近くに先ほど飛び立ちました伊丹空港、あっという間の出来事です。まあ、この時点で180度以上ぐっと角度を変えていることになります。進行右側、カメラには映っていませんが、大阪、新大阪等都心の景色っていうのも見ることができます。ここからは淀川と並行するような角度で飛んでいきます。右下、またなんか他とは違う光を発している物体がありますが、こちら観覧車エキスポシティの一角ですね。その奥には岡本太郎さん作、1970年の大阪万博でシンボル的な存在でした太陽の塔、これすごい目が光ってるんですね。なんか空から見たらこっち見てるみたいで、何年経っても圧倒的な存在感です。
このすぐ手前側に吹田ジャンクションというのがありまして、山口県下関から続いた中国自動車道がここで終わり、観覧車の右側に、ね、直線がスッと伸びていますが、こちらが名神高速道路になります。それからほんの 2,3 分後のことです。夜景を見てみると不自然にね、ぽっかりライトが何もついていないところがありますよね。こう太い直線、これが淀川、これを横切りまして京都府に入っていきます。で、京都府に入ってからもう一瞬ですぐに滋賀県、今右下に見えています、これが琵琶湖の始まり、日本で一番大きな湖もね、伊丹から新千歳便ではよく見ることができます。よく見てみるとこう湖にね、うっすらと橋のようなものがかかっているのがお分かりいただけると思います。これが近江大橋、手前側が草津周辺で奥の方がゼゼですね。湖の西の方をね、少し見てみるとここら辺が琵琶湖浜大津、さらに右奥に JR 湖西線の大津峡駅があるという感じになります。だから飛行機はこれ見た感じ湖の上をねバーッと飛んでるという感じでもなかったので、これ何でも鉄道に例えてしまって申し訳ないですが、 JR 琵琶湖線、これ寝台特急サンライズ号とかと同じルートでね、こう飛行機が飛んでいるんですね。この先飛行機は北上しまして、岐阜、福井、石川方面、日本海側を飛んでいくことになります。これすごいなと思ったのが JAL 国内線 Wi-Fi サービスということで、いつもねピーチとか使ってて、確かピーチとかはね Wi-Fi なかったと思うんで、こういうものがあるんだと思ってね接続することができました。西園寺君の動画見れるかなと思ったんですが、残念ながらそういうことはできなかったですね。機内エンターテインメントはね、なんといっても先ほどあらかじめスクリーンショットしておきました札幌ラーメンのこの画像を見ながらさらによだれを垂らします。まあ、言うても約1時間半ですからね、名古屋から新横浜間ぐらいなわけです。学校の課題もね少し出ていたので、まあ、ちょっとやっとくかと、そんな難しくないんですが、グループディスカッションみたいなのがあるんですね。でそれで対応できないとちょっとしんどいので、まあ、とりあえず英語の文をダラダラと読んでおきます。で少しすると、飲み物はいかがですかということで、注文したのはスカイタイムという、空の上でしか飲んだことがないという謎の飲み物なんですが、こう色から味想像できないんですよね。なんかピーチとブドウみたいな、なんかそんな感じのフルーティーな味わいです。この時点で離陸から1時間くらいですかね、日本海上空を飛んでおりまして、もう景色は何も見えないんですが、地図を見てみると新潟、秋田と通って青森方面、もうこんなとこまで来てるのかと、僕らが何も見えないのをいいことにね嘘ついてるんじゃないかと、いつもこの GPS を疑ってしまいます。これから着陸まで揺れることが予想されます。化粧室の使用はお控えください。離陸してから正確には1時間も経っていませんが、ここでベルトサイン、だんだんと高度を落としていきます。そしてこれ今見えているのが北の大地、北海道です。これ皆さんどこか分かりますかね。先ほどの大阪と違うのは、人口が集まっているところだけより明るくこうパッと見えて、それ以外がね暗く見えるんですね。こういうところで都市と都市の違いを見ることができて面白いんですが、これが函館市街になります。少しズームしてみますと、これちょうど見えているここら辺が函館駅付近ですね。そして今ちょうど画面中央付近、これが新函館北斗のあたりになります。港町ってこのライトの色が少し違いますよね。オレンジに近いというか白ではないんですね。こういった違いっていうのも空から見るとよくわかります。でそれからほんの数分で着陸態勢に入りますと、そういうコールがかかりまして、ライトもこんな感じでブルーに変わります。ずっと海の上を飛んでおりまして、まだ北海道上空には入っていないというところなんですが、僕の方に見えているのが室蘭市街、ここから右に行くにつれて登別、苫小牧と続いていきます。函館から札幌って列車で行ったらめっちゃかかりますからね。飛行機乗ってたらこの距離誤差みたいな感じだったんで、ちょっと衝撃がすごいですね。でその先、これ海上にポツポツなんか明かりが見えるんですよね。おそらく漁船の光かなと思って拡大してみてもちょっとよく分からず、だなんかこう不規則に並んでいるというのと、まあ、気持ち動いているように見えたんでね、おそらく漁船じゃないかなというふうに思います。そこから少し離れたところにまた別の色の光が見えまして、これ拡大してみるとなんかタンカーみたいな感じなんですよね。やっぱりここ海なので漁船かなと、何を撮っているのか気になります。こう船の観察をしていると、飛行機は左側に旋回、苫小牧上空から北海道に侵入していきます。いやすごいですよね。大阪と同じぐらいのこの透明度といいますか、これはまあ肉眼で見た方がより分かりやすいんですが、遮るものが少なくくっきりと見ることができます。このようにズームしてみてもですね、ツルハドラッグかな、こう看板の文字まで読めてしまうと。少し進んだところにはこうコンビニがありまして、おそらくローソンだと思うんですが、
北海道名物のねセイコーマートももしかしたら探せば見つかるかもしれません。そう言っているうちに北海道は新千歳空港に着陸。時刻は20時37分です。まあ、飛行時間としては1時間25分やはりこれフライト時間の方がね学校から空港までの移動時間よりも短かったと。なんかこんなん見せられるとねなんで僕いつも1時間ぐらいかけて通学してるんだとバカらしくなってしまうものです。皆様、当機は新千歳空港に着陸いたしました。これから15番ルートに移動してまいります。さあ、あとは札幌ラーメンを食らうだけというところなんですが、これ奥の方これ分かりますかね、このライトは、そう、これは伊丹を5分後に出発した ANA の最終便。伊丹から新千歳同じ航路で、ね、この5分間隔で飛んでるっていうのがちょっと鉄オタからしたら意味が分からないんですが、これもダイヤ通りといったところで JAL の後ろにつけるようにねしっかり着陸してくるというのが伺えます。サップサップ、はい、ということで、いやー早かったですね。やっぱり空を飛んでる時間だったら学校から空港行くよりもね、熱海から新千歳の時間の方が短いということで1時間半ほど飛びまして20時49分です。北の大地北海道はねバカ寒くてですね、12度とか言ってたかな、確か伊丹が20何度だったんで10度ぐらいね変わったことになる。これちょっとあれだな、半袖で歩いたらちょっとヤバいやつですよね。温度管理できんのかみたいな、震えちゃうんですけど、これぐらいがいいんですね。お腹が空いて、寒ければ寒いほど熱々のラーメンが美味しくなるということです。でただですね、非常に重大な問題点がありましてですね、あの札幌ラーメン食うと言ったのはいいものの、あのどこに行くかまだ決めてないんですよ。まあ、札幌でねラーメン食ったらもうそれが札幌ラーメンということで、極端な話カップ麺を食ってもね札幌ラーメンとか、まあ、言っちゃえばそれで終わりなんかもしれないけど、でもやっぱり味噌ラーメン食べたいですよね、北海道の。ということでこれからちょっとどうしようかな、なんか空港のターミナルのビルにねラーメン屋があるんでね、それが空いてるのか確認して、まあ、もし空いてなかったらもう急いで札幌まで行こうと思います。札幌行ったらまあ何軒か空いてるでしょう。新千歳はねもう北海道の玄関なんで、このように4階建てでですね、伊丹も大きかったけどそれを凌駕します。3階にこのグルメワールドがあって、4階映画館も、それから温泉等もあります。空いてたらいいけどな、ラストオーダー終わった、あ、危ない危ない、エスカレーターすいません左でしたね、湿気湿気あったあった。こちらが北海道ラーメン道場、あの京都ラーメン工事見てきてますからね今日そこにはなかったね北海道ラーメンが、これすごくないですか。あ、エビのラーメンもいいな。こんな感じずらっとね北海道のラーメンが並んでるんですけど、これちょっと無理かな、これ、いや残念、これちょっとどう見ても店じまいですよね。これでヘイらっしゃいとは言えない、そういう明るさです。いやちょっと待ってくれよ、いくらね空腹がスパイスと言ってもねもう我慢できないですよ、もう昼ご飯食べてないですからね。JR 線は地下1階ということでね、まあ、多分快速エアポートという列車に乗れば2、30分でね札幌まで行けるはずなんで、ここは21時7分がある、よしこれ行こう、札幌行き、小樽までね行くやつもあるんですけど、これ1本で札幌の到着はね21時48分ということになっています。止まってるわ、このロングシートの車両北海道仕様でして、ここにエアカーテンっていうのがあって、やっぱ冬は寒いですから冷気を遮るためにドアの上の方からねエアカーテン、風がバーッと出てるんですね。まあ、そうすることで、ね、暖房がかき消されないようにという工夫がなされています。まあ、見た感じね乗車率ちょっと高いなという感じなんですが、これはね心配ご無用でして、こちら何かね1両だけ帯の色が違うのが分かりますかね、まあ、関西でいうところの A シートみたいなもので U シート快速エアポート号についている有料座席になっています。これしっかり切符をねちゃっかり購入しまして、まあ、鉄オタとしてはねもうこれ乗らざるを得ないと、指定券は530円ほど、まあ、A シートに30円プラスなんで非常にリーズナブルだと思います。高速エアポート211号発車いたします。ご乗車ありがとうございます。千歳線快速エアポート札幌行きます。
ーシートに乗りまして札幌に到着でございます。北海道最大の都市、最大の駅になっておりまして、これはすごい高架駅。時刻は21時50分ということになっております。あ、そうだ、札幌ラーメン食べようと思ってから6時間が経過したということでですね、移動開始からは5時間と少し。とりあえずね、ここから地下鉄に乗りまして、いや寒い、すすきの方面に向かいたいと思います。おわ、ちょうど奥の方からはこれ特急列車ですね、スズランかな、室蘭本線。これは機動車ではなく電車ということになっています。やばいやばいやばい、浮きまくってる。これあの半袖着てるやつ僕しかいなくてですね、大丈夫かな、んか暑がりレベル99みたいになっちゃってるんですけど。タイヤで走ってるんですよね。こんな感じ。レールがねないというか、すごい面白いですよね。南北線に乗りまして2駅約10分で北海道の繁華街すすきのに到着です。いや見えますか、この文字がね、僕には札幌ラーメンと確かに書いてあるのが分かるんですが、もう正直言って僕の胃は限界を迎えております。あ、ほんまにあんのか、やってんのかな、ちょそれが心配なんですが、とりあえず上に上がりますけどね、これは希望が持てそう。ラーメンと調べるとほらこんな感じ、200m、50m、600m。 よしよしよし、うじゃうじゃとラーメン屋さんがあるぞ。あ、これ見たことあるな。あ、これいいんじゃない、 50m めっちゃ近いし、すみれ。僕もあのコンビニのカップ麺で見たことがあるんでね、名店なんじゃないでしょうかね。いや、わかんないけど、まあ、ラーメンすみれのマーケティング戦術にこれまんまとハマってるわけですね。いや本当に美味しいからね、多分有名ということだと思うんで、じゃあこの店に行ってみようかな。さあということで早速入店。ただちょっとね、様子が違うんですね。そう、先まで着ていた服と全く違う服を着ています。これ実はですね、あの撮影日次の日ということになっております。どういうことかというと、確かに緊急事態宣言も、ね、解除されていたんですが、時短要請がまだあったんですね。まあ、ちらほら空いているラーメン屋さんもあったんですが、まあ、その要請が出ているのに、ね、ラーメン食べに行くっていうのはちょっとまずいかなと思いまして、これ放課後に直行したにもかかわらず一泊してですね、じゃあゆっくり次の日に行けという感じなんですが、まあ、改めてラーメン屋に出直したということです。これがすみれの味噌ラーメン。まあ、でもね、金曜日以降授業を受けてないんで、まあ、放課後ということに変わりはありません。このスープのね、油と分離した感じ分かりますかね。店内にはまろやかな味噌の香りとニンニクの香ばしい匂いが食欲をそそります。結局ご飯はね、コンビニ飯で我慢していたので、念願のラーメン。いやこれ麺がね、分かります、こう太めでもうスープと絡みまくっております。僕ん家のテレビの裏のコード類ぐらい絡んでる。口に入れてみると味噌の風味、ニンニクのパンチと、それから奥の方からね、生姜っぽい風味もしてくるんですよね。日本人は味噌汁とかよく食卓に並びまして慣れ親しんだ味なわけですが、そんないつも慣れ親しんだ味噌が本気を出している感じって言ったら分かりやすいですかね。食べれば食べるだけ食欲が出てくるような、そういう一杯でしたね。もう周りも寒いですから、これも着替え半袖しか持ってなかったんで、凍えながら行列に並んだわけですが、熱々のラーメンで胃袋も心もほっこり。なんか胡椒のデザインもね、またこれ良くて、 SB 胡椒終盤に少し振ってみます。かつて古代中世のヨーロッパでは金とか銀と同じ価値がありましたからね、まさしく食べる宝石。味はガラッと変わるわけではないんですが、風味にスパイシーさが加わりまして、これまた美味しい。大急ぎで札幌に来てね、散々な目というか、まあ、自業自得なんですが、そんないろいろあったことをこの一杯が全てを忘れさせてくれました。いやー、ということでね、めちゃめちゃ美味しかったですね、札幌ラーメン念願の。ちょっとね、あのアクシデントあったんですけれども、まあね、あの放課後に最終便で行くということで、まあ、金曜日にね、あの授業を受けてから、まあ、それ以降僕学校に行ってないんでね、まあ言うたらまあ放課後みたいなものなので、まあ、ギリギリタイトル詐欺ではないかなというところで、まあ、本当はね、もう金曜日パッと食って、土曜日にね、まあ、ちょっくら札幌観光して帰ろうと思っていたんですが、いやまさかのラーメン屋やってないというね、
いくら鉄道に強くても、ね、常識に弱かったというね。まあまあでも結果としてね、札幌ラーメンが食べられたので良かったです。まあ、あんまり1日ね旅行が伸びたからといって特にどうということは全くないんですが、さすがにね目的地の情報ぐらいはついから調べようかなというふうに思いました。いやまあでもね、思いつきでこうやってパッと旅行してね、もう大学生という身分をね存分に発揮した、まあ、そういう動画になったんでね、良かったんじゃないかなというふうに思います。いつか絶対ねブラジルからね日本の裏側から通学するっていう動画ちょっと絶対出しますんで、また楽しみにしていただければ幸いです。ということでこの動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。